こんにちは、キラです。ということで、今回の動画は、前シーズン、アンリアルだった男の、チャプター2の初期ランクは〇〇でした。という内容の動画をお届けしようと思います。はい、ということで、今回は、チャプター2になって、初めてのランクマッチ修行の動画になってるんですけど、今回の動画は、前シーズンアンリアルだった僕が、チャプター2の初期ランクは何だったのかっていうのを公開している動画になっております。まあ、いろいろ不具合も起きつつ、最終的には僕のランク判明してますんで、よかったら最後まで見ていってください。それでは早速本編に入っていきたいと思います。クリエイターサポートはアキラ285でお願いします。席大丈夫だよ。アキラ対面モードいきます。強そう。なんでやねん。これあれじゃない、初期ランク平剣的なノリじゃない。さあ、ロビーに戻ってランクを見ていきたいと思います。さあ、アキラの初期ランクは何でしょうか。どういうこと、どういうこと、ランクなしって何。え、俺ランクすら与えられんの。いや、ランクなし。全然ランク教えてくんないんだけど。やばい雰囲気は出てる。ですよね。はい、ランクなしです、未だに。この先なんかさ、ポーションあるのずるいわ、普通に。無理。待って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 、いや、何かを取れればって感じやけど、終わった。お疲れ、お疲れでしょ。いや、待って、ここの建物が強いんよね、確か。集中ね、マジで。ここ対面マジ集中。ショットガン持ってるっぽいな、こいつ。過去一めっちゃ慎重に行くよ、俺、対面。はい、お疲れい。これだからスナイパー嫌いなんだよ。バレてんのかい。対面するか。
こいつシュンシュンしてる動きが猛者ってこと、すなわち誰か。一旦引くのもフォートナイトです。なんだこいつは。なんだこいつ。分からん。ワンパン張り替えきついね、やっぱ。ですよね、強いよね。ポンプあったね、今。なんで死なん。うわー、資材ねえのかよ。あ、ランク決まった、ついに。前シーズンね、アンリアルだった男のチャプター2、初期ランクはゴールドの2でした。皆さんのランクもよかったらコメントで教えてください。また次回の配信か動画でお会いしましょう。皆さん、チャプター2楽しみましょう。お疲れ様でした。